皆さんこんにちは。こんにちは。あれ、マルドさん、かなりあなたちょっとおしゃれしちゃった。かなりもうすでに変わってませんか。ただ服は上の服しか買ってないです。頭と武器は持ってたやつ。そうだよね、うん、でも帽子はなんかあんまり見てない気がするな。帽子持ってたんですけど髪型変えたんですよ。でイメージがだいぶ変わった。背中にバイオリン背負ってるこれ買っちゃった。なんかカブトムシ風のバイオリンだな今音楽、秋は音楽のね、イベントクエスト、イベントエリアが出てたんで、そこの、イベントアバターですね。はいはいはい、はい、で、今日はわかりますよ。え、知ってます。はい、新しい、うん、あ、こっちじゃない新しいアバター、うん、コラボガチャ団待ち、うん、ダンジョンで出会い、ダンジョンに出会いを求めるちっちゃダンジョンに出会いを求めるのは間違っているのだろうか。間違っているだろうか。いるだろうか、うん、団待ち。この団待ちの衣装が、うん、まあ衣装というかあれですよね。アバターアバターの中で一個だけキバモノがあるんですよね、うん、そうっていうか服装すげえな。服装すごい。これやべえな。やばい。私団待ちのこと詳しくないんですけど、ラノベで、ね、私もあんま詳しくないですかね。私の認識はラノベなんですけど、すみません、あの大いなる間違いをしていた場合はすみません、責めてください。私のこと思う存分責めてください。アバター男ですよね。男です。これでそれてかでかすぎない、やばくないですかこれ持ってどういうこと。これ持ってあの斧じゃない、あのハンマーとかブンブンしますとちょっとブルンブルンってなるんです。要するにもうすでに今の段階で分かられたと思うんですけど、私今回これを欲しさにガチャいきますやばいよねこれ。なんなの、なんて名前なんだろう。よし、いいだろう。うわ、参ります。一発か二発から出ねえかな。えっ、ベルボトム。おお、全然いい全然いい。合ってる。今のより全然合ってる。よし、これにしよう。着替えよう、うん、2回目。ドン。あ、これ髪型や。しかも女の人や。微妙になんか一瞬なんかバッグにグの点々がバッグに見えて当たったって思った。え、やべえ猫みたい。やべえこの顔。リリウィーク。ちょっと鳥と意外に戦えてる感もある。そうですね、しかもチュリーがたまにこの顔にしようかな、うん、意外と悪くない、うん、悪くないというか意外となんか、うん、アリスね。ワールドフェニックスに対してすごく戦いを挑んでる今んとこ悪くない、流れいいよ、うん、せーの、ドン。近づいてきてる感はある。しかも上って結構当たんないっすそれいいじゃないですか。それワイルド。あれ今私揃ったんじゃない頭と体とか話し全然違うキャラの上、上、まあ、服下、下の下ライズアップ済みみたいなこの上半身私もこれぐらいの腹筋を手に入れたいんだけどな。ちょっとその服とあの鳥の頭はやばいですね。意外と合ってるよね、うん、全然いいな。これだけでイメチェンもしよう。え、1個いいですか。何か別で団待ちコラボじゃない。いいよ全然行こう。アバターガチャ見てもいいですか。よいしょ。このプレミアムオートマタ初回限定魔石3回でもいいです。これのちょっと衣装をちょっと見てもらっていいですか。これすげえな。後ろにね浮いてるんですよ。ええ、なんかギアっていう装飾品っぽいんですけど、なんかかっこいいです。あ、すげえな。え、それ欲しいです。これ欲しいやんこれいいやんいいですいいです。回していいですか。え、これの方しかも初回 3やし、さらって出ちゃったりしない。さらっプレビュープレビュープレビュー。あ、かっこいい。両手剣出ちゃった。持てない時転職、転職を考えるレベルでかっこいいこれ使いたいがために。え、こんなん大当たりやん。え、大当たりっすね。え、転職を考えるレベルでかっこいいんだけどしかも文句になりたいって言ってませんし。え、だってこんな剣やばいやんでかいし、てかかっこいい。え、あ、そうか、3回は1回だけ。3回は1回だけ。え、すごすぎ。チケットも使おう。チケット、チケット、えい、やりだ。うん、オッケーオッケーオッケー。1回だけ行こう。行くぞ、せーの
また同じ。あんなに量的に出なかったのに今まで。なんで2回同じもの出るの。こんなレアっぽいもの1本あれば十分なのに。でもこれスーパーかっこいい。かっこいいですね。で本当にこれのためだけに転職するレベル。くそ。一旦着替えてみます。さっきの服に。まだ。ちくしょう。だまじめ。ベーベのトップとベルのボトムと。リリーのアタック。頭。頭も着替えちゃう。ちょっと頭一回。一旦これで。あ、これいいじゃん。いいじゃん。え、すげえいいじゃん。めっちゃいいじゃん。え、めっちゃいい。めっちゃいいっす。え、今までより全然いい。今までより全然。え、すげえマッチしてる。鳥っぽい。腹筋やばいっすね。やばいね。鳥っぽい。鳥っぽい。え、これにリュック背負ったらかなりかっこいいな。ちょっとリュック、リュックいっていいっすか。何リュック。え、あのでかいリュック出たらっていう前提なんで。出たらっすね。え、ちょっといいっすか。せーの、なんか上当たりすぎじゃないですか。上半身全然当たんないね。何これ。女性に性転換。完全におっぱいを手に入れてしまった。それでもいいっすね。腕とか細すぎじゃない。細い、可愛い。ごめんなさい、ちょっと私はね、マミルトンさんはいいかもって言うかもしれないけどね、ちょっと私はこれはダメだわ。だって男だもん。この鳥。そうっすね。上半身だけこんな撫で方になられても。あとチャンスは2回。せーの、ほい。まさかの展開。ちょっと待ってくれ。これちょっとさっきの合わせも合わせて。ちょっと待ってくれ、まさかの展開が今ここに。こっちだっけ、うん、これもともとか。あ、そう、違うな、あいつとこっちだ。ちょっとまさかの展開が女になってもうた。なんで。しかもなんか合ってる、違う衣装が。女になってもうた。え、アバメルの世界って性別変えれませんよね。普通はね、これ完全に性別変わりましたけど。変わりましたね。これはこれでありっすね。うん、取っとこうかな。すげえ、すごいスタイル。え、すげえ、なにこれ。走り方もなんか女の子じゃん。長い。モデルじゃんこれ完全に。嘘だろ、嘘だろ。リュック当たんなかった。何この展開。マミトさんそんな綺麗な感じになってない。完全にただのボケ担当じゃないですかこれ。ツッコミ待ちですよ今。スタイルいい、すごい。ただ、まあ、さっきのラスト1回だけ、うん、いきます。さあ、これでリュックが出たら、せーの、あー揃った。アイズボトムシリーズ。え、どんな、どれ。揃っちゃった。ちょっと待って、揃っちゃった。上がアイズボトムだったから。ちょっと待って、揃っちゃった。アイズボトム揃っちゃった。あ、かわいい。え、それめっちゃかわいい。わかりました、しばらく女でいきます。やばい。性転換するかな、この動画のタイトル。あ、これ村見っぽい。あ、村見っぽい。あ、村見だ。え、すげえ村見っぽい。顔これ男っすね。顔が男だからこそ村見っぽい。え、これ完全に女なんだけど。性別変わっちゃった。皆さん、ダンマチのコラボガチャだったら性別を変えることもできるんです。
おお、あ、いつの間にゲットしてんのそれ、すげえじゃん。出ちゃった。頭は鳥に戻しますけど、しばらくちょっとこれでいきます。はい、ではさよなら。ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちは寄り切ります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ、シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。なんだと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。俺に任せろ。主演マックス村井、人工知能にはインストール完了。マミルト、マックス頑張って。歌う生徒会長スプリングマン、そして野郎ども、おに任せろ。全力で悪に立ち向かい地球を救え。マックス・ザ・ムービー。赤いサイバーロード。